皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、柴原選手のピックアップ動画を撮っていきます。はい、なぜですねピックアップ動画を撮っていくかというと、動画の冒頭でも見ていただいた通り、柴原選手をスプリッツ解放してきました。そうですね、普通の方っていうか、普通しないと思うんですよ、柴原さんのスプリッツ解放ってですね。今シリーズは特にギータさんの守備が上がって出てくることが予想されるんで、あまりですね、センターの選手のスプリッツ解放はお勧めしないんですけど、自分ですね好きな選手というところで、今回ですね柴原選手スプリッツ解放して、使っていこうと思います。能力はこんな感じですね。ミート80、パワー66、走力77で低弾道なんですけど、低弾道の選手も使っていったら案外打ちやすかったりですね、そこまで他の選手変わらないくらい打ってくれるんで、使っていきますね。はい、でセンターの守備が74と、特殊もしたいですけどね、はい、餌がないというところですね。でセンターライトもですね、66で守れて、補給スローイング権力もですね結構高いんじゃないかなというふうには思います。で特殊能力的には超チャンスメーカー、流し打ち会、内野安打ですね。はい、でこの柴原さんですね、本日スプリッツ解放して1試合目ですね。なぜ今回スプリッツ解放したのかっていうのをお伝えできたらなと。今回ですね TS 第1弾でサファテ選手が来たんですよね。はい、といったところで限界突破コーチに余裕ができたんですよね。3枚持ってましたかね。はい、もしですね TS 第1弾で自分が持ってない選手で、限界突破が必要なら、柴原選手のですねスプリッツ解放はもう少し考えてたんですけど、今回サファテ選手が来たというところで、柴原さんスプリッツ解放して、イベントで育成してきました。はい、といったところですね。はい、で本日は今日のオーダーですね。はい、今日は TSOB のオーダーで試合をしていこうと思います。はい、ちょっとベンチは気にしないでください。はい、一応組めるんですよね自分、TSOB のオーダーですね。では試合に行きます。どうぞ。オーダー見せてなかったと思うんですけど、柴原さんは1番で連れてきてますね。はい、高校ですね。お相手の先発千賀さんやったんですかね。いや打てるかな、ちょっとですね千賀さん強いんでですね打てるか分かんないですね。はい、では杉内さんでとりあえず抑えていけたらなと思うんですけど、相手の方も結構強い方やったんですね。どうですかね。はい、スピリッツ的には負けてますね。よし、いつのだ、おシリーズ2に負けるんか。コンボが出てないかもしれないですね。さでもそうですね、スピリッツ解放で選手柴原さんしてきたんで、そこまで負けないかなというふうには思いますね。よし、強いですね杉内さん。この間多分ピックアップ動画出したと思うんですけどね。はい、攻め方はですねいつも通りかなと。あった、甘かったかもしれないですけど、ね、いや今のはナイスボールでしたね。さあ振ってくれないですね、なかなか。よーし、ナイスショートですね。さあ3番大谷さん、大谷さんえぐいっすよね本当。最近ピッチングピッチャーもやられたのかな。フォアボールめちゃくちゃ出されてたと思うんですけど、豆の影響とかもあると思うんでですね。はい、さあ多いですね。なんとか3人で抑えることができたんで、打っていきましょう。はい、1番柴原さんですね。さあ相手の先発は千賀さんと、いいな田村さん、ホークスバージョンで欲しいんですよね。おそらくですね DeNA バージョンだと思うんですけど、さあさあ、話し合おうといて。おお、いや今のヒットにしたかったな、捉えれなかった。ああちょっとやばい、力みすぎ。さあさあ、よし、さあよし、ツーツー、ふう、よーし、ナイスヒット。いやーこれはでかい、柴原さんで打てたのはでかいですね。さあ本田さんと、2番本田さんで今日は連れてきてます。よし、やばい、下手くそ、落ちる、落ちた、ヒットだ、ラッキーいやラッキーすぎるな。さあイデホさん、タイピンでしたね。やばい、ゲッツというところなんで、約1年くらいかの TSOB の選手を持ってますね、全員全員持ってますねといったところなんですが、野手としてですね初めて獲得した選手で、現役時代も好きな選手なんでですね今も使っている感じですね。はい、フォアボールと。さあここで佐々木さん、よし、ボール球
まあ、なんとか1点取れましたね。はい。さ、何番だ。7番かな。7番城島さんかな。いや違った、6番ですね。さ、こっちで。いや落ちんか、さすがに。いやもうちょっとうまくトライアンやったっすね。まあなんとか1点取れたんで。そうですね、ピンチの場面とかになったらですね、あの岩崎さん投げさせたいんですけど、はい、さあもう1球、おーナイス。いやさすがっすわ。さすが、もう TSA 出てほしい。はい、あ、いやどうかな。まあ別新規の選手もいっぱい、新規というか自分が持ってない選手とかもいっぱい出てきてほしいんですけどね。さあセンター、さすが柴原さんさ。まあ、今のは誰でも取れた気もしますがね。はい。さ、いや外ばっかだな、投げてる球が。ストレート、いや打たれた。いやー取れんか。外野めちゃくちゃ硬いっすよ。まあめちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃ硬いっすよ今日。見せますね。はい、70、74、75と。はい、いやフラッカー。よし、勝ちましたね。では2試合目いきます、どうぞ。はい、2試合目ですね、やっていこうと思うんですけど、相手の方は強かったっすね。さあ、おーいいっすね、新シリーズの山田さん。だがスピリッツは負けてないっすね。はい、さあ、いや相手の方は強かったんで打たれるかなというふうには思うんですけど、いや取ってほしいな。さすがにっすね、ちょうど警戒しとかやったっすね。さあ大谷さん、通信やばい。いや入れるつもりなかったんですけどね。さギータ、よし、あぶねえ。ちょっと今ねギリギリでしたよ、本当。ゲッツーでもよかったんですけどね、本当怖い。フィーダースチョイスありますからね、あそこ結構ですね。さ、いやフランナー、いや前進してるじゃないですか。あれ、あれ、今俺通信を投げませんでした。あれ、あれ、まあまあまあ、いや1点取られたな。いや危ねえ、前進してる。さあよーし、強い、やばい、よーし、いや強いな、フォーク。では柴原さんからですね、しっかり打っていきましょう。さあチャンスメーカーと。いやスプリッツ変化にマイナス 1? えぐ。いやくそー、やばい、変化にマイナス1に浮かれすぎたな。いやだってシリーズ2の小野さんを変化量マイナス1にしてるんですよ。あの2019やったかね、19シリーズ OB の柴原さんがちょっとびっくりしてやって、もう打てなかったじゃないですか。3試合目ですね、さっき全然打てなかったんで3試合目いこうと思います。はい、まあ、相変わらずの高校ですね。では相手の先発は千賀さんでしたね。はい、まあ、なんとか和美さん連れてきたんですね、抑えていきたいんですけど。はい、もう2分1ですね、はい、よし、ナイスサード。お、今日はポジション間違えませんでしたね。はい。さ、いや和美さん極みにしてもよかったんですけどね。まあ、そうですね、うん、和美さん極みにしてもよかったんですけどね。まああとはそうですね、まあスピリッツですね、どんどん更新していかへんと思うんですね。まあ、リアタイで使える選手とかにですね、していきたいというふうに思ったんでですね、斉藤和美さんは超4で止まっちゃってますね。まあ、来年とか OB でも来そうですけどね。おー、サード取れんか。さ、なかなか打たれてますが。まあ、まだいい方なんじゃないですか。ホームラン打てなってないでですね。いやー、取れんか。まあ、全然取れない今の。さ、1点取られましたね。いやこの回
くらいまでは攻めて抑えてほしいんですが、どうですかね。よし、さあ1点ですね。なんとか返していきましょう。さあ相手の先発は千賀さんというところですね。はい、さあスピリッツを勝ってる柴原さんを見るのは久しぶりなんですよ。本当に嬉しい。入る？入らんか、さすがに。おお、危ない、アウト、臭かったな今の。さあナイス、二塁打ですね。さあ本田さんと、本当チャンスメーカー持ちが多いな。うん、そうですね、本田さんと柴原さんと佐々木さんと川崎さんですかね。一段に一人はチャンスメーカー持ちの選手が出ているという感じですね今のところ。さあ井出穂、いやちょっと下やったな。さあ4番小久保さん。はい、ボール球でしたね。まあもう柴原さんで打ってたんでいいんですけどね。はい、どうしよう、ピンチの場面になったら岩崎さん投げさせたいんですけどね。さあ打たれていくとブライアント、よし、おお強いな和美さん。ちょっとピンチの場面にしてほしいんですけどね。岩崎さんも投げたいな。さあ聞いたと、ちょっとだけ一回見せていきますか。いや打たれそうだなと思ったんすよ本当に。ツーベースにしてくださいよ本当。まあまあまあ、やばい、ストレートは違ったかもしれない。危ない、ラッキー、ただ打ってほしかった。いや岩崎さんどうもいいっすね、また次の機会と。あ、そっか、 TS のピックアップ動画で岩崎さん投げるじゃないですか。じゃあいいっすね。はい、さあセカンド山田さんと、ふう2点ですね。打っていきましょう、また佐々木さんからと。なんでそんなとこいるんすか、マジか、やばい、2試合連続で負けるかもしれない。あ、やばい、力みすぎてる。さあ集中、ふう、よし、ストライク。曲がらな、ヒットヒット。もう正面、あれ、まだ村松さんと川崎さん1打席を立ててないんですよ本当。はい、どうでしたかね。はい、なんか全然打てませんでしたね。はい、まあ、でも結構柴原さんでは打てたんじゃないですか。はい、でまあそうですね、ちょっと急に声大きくなったんですけど、うん、いやガチオーダー入れたいんですけど、ちょっと今のちょっとガチオーダー見せますね。はい、野手的にはまあこんな感じで今組んでるんですけど、まあ守らせるとしたらセンター宮柳田さんのところにですね、柴原さんで、まあギータさん DH とかになってくるんですけど、ギータさんの守備上がるんですよね本当本当。しなくていいスピリッツ解放だと思うんですけどね。はい、いやギータさんの守備上がるのか、いや上がらなかったらですね、柴原さんずっとガチョーダンセンターで使ってもいいんですけど、まあ、使いますね普通に。はい、まあどうしようかな、レフト柴原さん守らせます、まあそれか DH にギータさん持ってくるのはもったいない気もするんですよね。はい、ギータさんセンター守備 B になったんでですね、ってなると柴原さん、あれオーダー入らなくね、ガチオーダー入らなくね、いや、やばいな。あ、そっか。松田さんのところも違いますね。あ、でも松田さん、ワンチャンありますよ。守備上がったんで、ガチオーダー入り。まあ、小久保さんが TS とかで出なかったらですね。はい。どうしようかな。まあ、そうですね。もしかしたら柴原さんセンターで守らせて、まあ、もしかしたら柴原さんのところに代打とか出すかもしれませんね。はい。まあ、能力が下がったりしたらですね。まあ、スピリッツ的には下がらないんですけどね。ってなると、まあ、ここ川崎さんのところですね、村松さんとか入れておけば、でまあグラシアル選手代打に持ってきて、まあ、こうすればですね、グラシアル選手とか、まあ栗原選手代打に出して、まあ村松さん
レフトに守らせて、本田さんのところにも代打ですね。で、まあ、牧原さんのところが、いずれかは井口さんになると思うんですよ。まあ、井口さんが TSM もし出ればですね。ってなれば結構ですね、いい感じのお題になってくるんじゃないかなというふうには思いますね。うん。まあ、ジグザグはもうどうでもいいかな。4番、そうですね、打順的には。あ、そっか。ってなると、ちょっとアキラさんを外して、まあ、イデホさん入れたりするかもしれませんね。あ、でも、アキラさんもですね、守備 B になるんですよね、ファーストの。まあ、とりあえず、アキラさんの新シリーズが当たるまでは、そうですね、ガチオーダー的には、どうしよう。3番、イデホさんでもいいですかね。これでもいいですよ。はい、まあ、こうなるかなと。まあ、もし、イデホさん入れるならですね。で、まあ、もしここが、アキラさんとかやったら、もうちょっと下げてですね、チャンスが出やすいようにするんですけどね。はい。まあ、こんな感じになるかなと。もしですね、アキラさんを入れるならと、まあ、入れないなら、イデホさんならここが上がってくる形ですね。はい。まだですね、4月、あれ、ガチオーダーは4月バージョンとして出したんで、まあ、早くても5月くらいには、にですね、ガチオーダーは出すと思うんですよね。はい。まあ、そんな、まあ、2、3ヶ月に1回ぐらいガチオーダーの動画は出せればいいと思ってるんで、まあ、とりあえず今回ですね、まあ、ガチオーダーこういう風になるかなというところで、まあ、見せていきました。では、まあ、そうですね、今後もですね、柴原さん使っていくと思うんで、まあ、継承をしていくと思うんですけど、まあ、柴原さんの場合ですね、称号いる選手じゃないんで、まあ、次回以降のですね、柴原さんが出た時のスプリッツ解放とかはよりですね、限界突破使わなくていいんでですね、簡単になっていくのかなというふうには思いますけど、はい。まあ、今回限界突破コーチ2枚使ったんでですね、まあ、ぜひぜひ使っていきたいですね。はい、では、本日もご視聴ありがとうございました。伊豆でした。